クォーツで交換できるおすすめアイテム特集をやっていきたいと思います。結構なおすすめアイテムがありますね。はい、どうも皆さんこんにちは、しろくろチャンネル中2です。 GGG チャンネルのみさしるです。はい、本日もファイナルファンタジーブレイブ X ビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでみそちゃん、はい、ただいまですね、7月11日から4月21日までですね、ラスウェルおよびジライアとか忍びの子たちのねピックアップ召喚が行われてるんですけども、こちらの召喚ですね、なんとスターコーツが1体につき3つゲットできる召喚になっているんですよ。すごい、すごいんですよ。はい、はい、でこちらでですね、あのスターコーツとは何ぞやっていうね質問を、最近ね初心者の方からいただくこともね結構そうあったりしまして、はい、なので今日はですねスタークォーツで交換できるおすすめアイテム特集をやっていきたいと思います。セカンドシーズンで、パラネイヤでもね、あの変わったチョコボちゃんがいるので、そうだね、そちらの紹介も、ね、はい、しつつ、ファーストシーズンで、ゲットできるねデブチョコモちゃんから交換できるおすすめアイテムもまとめてここで一挙公開していきたいと思います。今回はですね、スタッフさんの端末を借りまして、みそちゃんがいろいろ紹介してくれますので、こちら見ていきたいと思います。はい、では、いってみそシーン。はい、というわけでちょっくらネタバレになるんですけれども、はい、セカンドシーズンの新天地パラテンヤで、パラテンヤにいるデブチョコボちゃんならぬママチョコボちゃんというのがいらっしゃるので、はい、ちょっとこちらをね見ていきたいと思います。はい、でこちらのママチョコボちゃんなんですけれども、ジオールの街かな、うん、はい、ジオールの街で、まあ、ある方にですねちょっとお話を伺うと、このママチョコボの里に行けるようになるんですけれども、はい、まあ、詳しくはですね、トップ画面から攻略っていうボタンがありまして、ファミ通さんの方で、攻略がね載ってますので、ぜひぜひそちらから詳しくは見ていただければと思います。ではですね、ママチョコボちゃん見ていきたいと思います。まずねこのガラマチョコボちゃんなんですよ。マップ大きいの見ちゃう、大きいの見ちゃう、ほらかわいい、かわいいんですよ。でなんか頂点にいるんですよ、何かが。あ、ママチョコボちゃん痩せてる、かわいい。なんかこれ最初にちょっとママチョコボちゃんとの絡みもありまして、ストーリーがね、そうなんですよ、うん、でママチョコボちゃんがなんかスターコーツキラキラしたものが好きなのよみたいな、スターコーツ持ってきてねみたいなこと言われるんですよ。なるほど。で持ってきてあげるんですけど、そうすると、はい、こんな感じで、ね、そうですね、はい、交換できるようになってます。はい、まあ、ママチョコボのスミカでのやっぱポイントはこのガントレットですかね。そうですね、ガントレットは攻撃 20% と、はい、まあ、剣盾装備ができるようになるんですけども、うん、攻撃 20% って結構その普通にトラムストマスター以外でゲットできるこうアクセサリーとしてはかなり上がる率が高い。そうですね、うん、はい、ルーラーリングとかがやっぱり 15% 上げられると思うんですけど、うん、それよりねはるかに高いですね。 5% やっぱ大きいですからね、うん、そうですね、はい、なのでちょっとでもね攻撃力上げたくてスターコーツがあるっていう方はねちょっと交換の、ま、系統してもいいんじゃないかなっていうところですね。はい、あとはドラゴンクローが、追加アビリティなしってなってるんですけど、水属性が一応ついてるものになってるので、はい、まあ、これもね、水属性のこう爪装備としては、まあ、新しいものなんじゃないかなっていうところですね。はい、というわけで、パラデニアにはねママチョコボちゃんっていう子がいるんですけども、うん、なんかママチョコボちゃんを見てるとさ、なんかデブチョコボって本当にデブだったんだなって思いますね。そうだね、こんなにフルスリムに育つもんなんですねみたいな、スリムだね、結構衝撃を受けたんですけども、うん、はい、ということで、今後もねパラデニアで、まあ、ママチョコボかねデブチョコボかパパチョコボが出てくるのかわからないんですけれども、ね、うん、追加されていくと思いますので、そちらも楽しみにして、またね、いろいろポイントが出てきましたらこちらの番組で紹介していきたいと思います。ではですね、改めましてファーストシーズンでゲットできるデブチョコボちゃんの交換アイテムですね、こちらをまとめて紹介していきたいと思います。はい、ではですね、はい、こちらの、ファイナルファンタジーのブレイブ X ビアスで初めてデブチョコボに会えるのがこちらでございます。はい、グランセルト外、そうですね、うん、マルノの隠し里っていう、うん、雪のなんだっけ、雪狼の牙、雪狼の牙、雪狼の牙のちょっと変わったクリアの仕方をするたどり着ける里がありまして、ね、はい、まあ、ほとんどの
ずっとやってる方はね、もうここはたどり着いてるかとは思うんですけれども、ここで初めてデブチョコボに出会ったんでございますよ、うん、我らは。確かに懐かしいですね。懐かしいね。はい、というわけでちょっとこちらのデブチョコボちゃんのお品書きちらっと見ていきたいと思います。じゃん、はい、ここ、うん、ね、私癒しの杖も黒装束も持ってましたね。当時この攻撃が上がるのがあんまりなかったので持ってましたね、うん、で、やっぱヒーラーも今はね結構充実してきたので、今結構みんなキアルガとか使えたりとか、うん、まあ、フィーナちゃんもね、あの覚醒させればキアルガ使えるようになっちゃった、はい、なってると思うんですけれども、この段階だとねフィーナタン、キアルラで私ローゼリアなかったんで結構ずっと辛かったんですよ。リリース当時は唯一ローゼリアというキャラがキアルガを持っていたんですよね。そうなんです、そうなんです、うん、なん でこの段階だと多分まだ召喚でもキアルラ使えることっておそらくいないんじゃないかなと思ってる、うんうんうん、思いますので、ちょっと無課金とかでやってね、ヒーラーがちょっと少ないよとかね、アタッカーだけで始めちゃったとかねですね、うんうん、とかなんかのサブで誰か光の戦士さんとかに、はい、こうキアルラとか使わせたいみたいな人はもしかしたら交換するといいかもしれないですね。はい、2つ目、2人目、2匹目続いて、2つ目のデブチョコボポイントいってみたいと思います。はい、ではラピスのですね、はい、2つ目の、デブチョコボポイントはこちらでございます。はい、でイルナード大陸のコルズの町ですね。はい、懐かしいね。そうなんですよ。でチョコボ農場をここをね裏を通って上がると行くと入れますね。なるほどね。はい、おしたまき。いやー、やっぱママチョコボちゃんに比べるとだいぶデブですね。そうだね。ママチョコボちゃんよりさ王冠とかついてるからちょっと偉そうなんだよね。ちょっとね、なんかチョコボの王様感出てるですよね。スターコードの量も半端ないよね。そうですね。はい、こちらのコルツの町のデブチョコボは結構状態性、はい、そうを、アップさせる、まあ、状態性がある、何アクセサリーが多いんですよね、うん、あとはイヤリングがありますね。あ、そうですね、うん、そうだね、いまだに私使ってますね、うん、アリーナとかで魔法場で行く時とかね、うん、そうですね、はい、まあ、トラストマスターバリバリ取ってるって方は結構ねシャントさんがね魔力感じパムキーとか、まあ、マギステルクレスト向きとか。そうだね、アクセサリーなんでね、マギステルクレストとか魔導力増強装置みたいな、ね、はい、あのなんだっけ、自爆するとグレイさん、はい、グレイさんのやつとかは持ってる、うん、はい、アーシェの指輪とか持ってる方はそっちを使ってるかと思うんですけども、まあ、アタッカーね、マンワンアタッカーって基本的にエルチェ目的で使う場合が多いと思うので1体だけじゃないと思うんですよ、うん、そういう時にあの2体目の子とかをやっぱりイヤリングとか未だに私も使ってるので、うん、イヤリングはすごいおすすめですね、うんうん、まあ、魔力を上げたいっていう人はイヤリング交換してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、アムールの街のデブチョコボの品書きはこちらでございます、はい、ロット装備、フォースシールド、エリクサー、フェニックスですね、うん、まあ、ロット装備はロットの装備が可能になるっていうものなんですけれども、まあ、ロット装備が必要な魔法アタッカーって、うん、だいたいねロットが装備できると思うんですけども、うん、今後ね、まあ、魔法アタッカーでロットが装備できないって子がもし出ましたら、はい、もしかしたらこれがすっごい変わるかもしれない。そうですよ、うん、はい、続きましてフォースシールドですね、はい、こちらが消えたてなんですけれども、うん、属性耐性が火と氷と雷が 10% ずつ上がりまして、この耐性が上がるやつだと、まあ、のドラゴンの盾があると思うんですけど、うん、ドラゴンの盾だと 30% なんですけども、ドラゴンの盾は2個かな、マックスで今のところ2個ゲットできるようになってるので、はい、このストーリーを進めていくとね、でこのフォースシールド結構耐性上がるのはね、まあ、まあまあまあありなんじゃないかなと思います。ありですね、耐性上げるの大事ですからね。大事ですね、うん、はい、なので、少しでもね属性耐性上げたくて、うん、まあ、のいっぱいねその属性耐性上げる装備が欲しいっていう方はまあまあまあいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、はい、続きましてゾルダーノの大陸の破壊された町ですね、はい、こちらのデブチョコボちゃんです。じゃかじゃんじゃかじゃん、お品書きマンイーター、これはもう来ましたね。はい、マンイーター、大麻の腕は、うん、ホーリーランス、あのね使えますね、めっちゃ使えますね、うん、マンイーターはまあ取っといて損はないと思いますね。そうですね、私は持ってます、うん、うん、もはやこの端末で取ってあげてもいいまであるいいまである、はい、ホーリーダンスも、はい、あの光属性のチェインで、うん、多分この辺の時って結構オルランデューさんあったと思うんですけど、そうですね、あのチェイン必要な時とかに、まあ、欲しいなと思ったことはあった気がする、うん、ホーリーダンスでも
別にオルランドゥさんじゃなくても、うん、アイリーンとかがオルランドゥさんとチェインするためにそう口属性を持たせずタイルドライバーでチェインを重ねるとかもできるので、本当にねちょっとホーリーナースはねかなり交換検討に上がった私は、はい、超絶おすすめマイターかな。そうだね、うん、だって未だに使えますからね、うん、時点でホーリーナースって感じですかね、うん、はい、まあまあまあおすすめです。はい、5つ目のデブチョコポイントはこちらです。ミシディアの魔導士の隠れ里ですね、はい、はい、こちらのお品書き見てみたいと思います。ダダダン、いや、もう最強必要、そうだ、ね、最近の大注目即死無効セーフティビットが出てきましたね、はい、これ絶対取っといた方がいいですね。しかもなかなかのディスカウントお値段でございます。そうですよ、50個なんて最高だよ。最高ですね。はい、でこのセーフティビットが即死無効っていうねアビリティがつくんですけども、即死攻撃をしてくる敵がねさちょいね後半など出てきますよね、はい、第1章ファーストシーズンのちょっとボスさラストポーのボスあたりで出てくるベヒモスさんとかがしゃくり上げるで即死攻撃をしてきたりとか、はい、降臨でいうとラッティームーンが即死攻撃パーンってしてきたりするので結構必須ですね。そうですね、高難易度クエストで即死攻撃をしてくる敵がいる場合は、うん、ヒーラーとか、立て直しに必要なキャラに持たせるのは必須になってくるのでこれは取っとくべきかなと思います。そうですね、はい、あとネコメンフードもスーパー上がりますね。そうだね、うん、やっぱりなんか精神も上がるし、うん、魔力も上がるんで、うん、汎用性が高いですよね。高い、うん、し被ってる姿を想像したら可愛い、うん、私耐性も上がる、耐性上がる、最高、最高ですね、はい、これも取っとく、私も持ってます、取っとくといいんじゃないかなと思います、うん、ゴロノア、はい、ダグルの村、はい、ちょっと地下の村ですね。はい、はい、じゃあ話を聞きましょう。下書きこちらです。おダン、こちらもですね、はい、結構なおすすめアイテムがございますね。味噌汁激推しケアルガ、私は源氏の盾ももちろんですけどケアルガがマジ推し激推しで、うん、理由は、まあ、光の戦士がレイズ使えてデバフできて、うん、引き付けできて、うん、回復だけができなかったんですよパーティーの。そうですね、ケアル白魔法を7まで装備できるのかな。そう、7か8までで、ケアルガが6なんですよ。なんで、うん、そう唯一できない全体を回復するという行為が彼の手で叶うんですよ。すごいですよね、はい、かつ連続魔とかねトラストマスター持たせたら、うん、ディドミラさんのね、うん、トラストマスターの連続魔とか持たせたらもうレイズもできてキャルガもできる。そうヒーラーですかと、やばいよね、やばいっすね、はい、なので激推しですね、はい、で現地の盾も、はい、アビリティで即死無効がつくので、はい、銃盾が装備できる、まあ、盾キャラとかに装備させて守ってあげたりとか、うん、シャルロットの銃盾装備ですね、トラストマスターを持たせた、まあ、誰かヒーラーとかに装備するとか、うん、めっちゃ使えるので、はい、いいですね、おすすめですね。あとヒーリーの角も結構ね面白い攻略をされてる方が活用してる方多いですね。ジャンプって結構夢があるからね。ジャンプ夢ありますよ、うん、次のターン攻撃食らわないですからね、すごいよね、うん、まあ、ちょっとねバハムートさんとかに使うと粘ってくれるんですよね、うん、待とうみたいな、落ちてくるまで待とう今みたいな、ね、そうなんですけど結構夢があるので、はい、ジャンプはねなんかもし使いたいという方ね、いろんな攻略やってみたいという方いらっしゃいましたらおすすめになるかなと思います。はい、続きましてファーストシーズンのラストデブチョコボポイントです、はい、7つ目こちらを見ていきたいと思います。どちらですか。冬大陸のモーグリの町でございます。可愛、はい、いとこですね。じゃじゃん、交換するかい、交換するかい、はい、はい、楽器装備、楽器装備、今のところ楽器装備をめっちゃ使うことってある。そうだ、エースがエースで精神とか英雄の歌が歌える楽器が出てきたので、ね、まあ、ちょっとその辺の運用ありかなと思いますけど、うん、まあ、精神をもう何が何でも上げたいかっ、ね、うんうん、楽器装備ですね、はい、はい、で審判のロットですね、うん、審判のロットすごい私おすすめで MP めっちゃ上がるんですよ、うんうん、で結構その魔法アタッカーって MP 消費激しいするとかさ、ね、アルテマ連発したいとか、うん、ダブルクロ魔法アルテマとか打ちたいとかいう時って、ね、MP が結構足りなくなっちゃうことが多いと思うんですけども、うん、まあ、魔力も上げつつ MP も上がりつつ、うん、結構トラストマスター持ってないっていう方で言ったら魔力はトップクラスで上がるので、うん、これはおすすめじゃないかなと私は思います、はい、というわけで、はい、ファーストシーズンで、ゲットできるデブチョコボさんの交換アイテムをざっと紹介させていただきましたが、味噌汁一押しはやっぱりケアルガですか。そうだね、その即死耐性以外だったら、うん、
キアルガだね。キアルガ光の戦士さん専用装備と言ってもいいぐらいつけてます、ね、うん、いつもつけてます、ね、いつもつけてる、はい、なるほどなるほど。逆になんかおすすめとかあります？いやなんだろうね、猫耳フードが可愛いわ。あでもトラストマスター取ってなかったら猫耳フードかなり上位なので。そうだね、上位 その精神上げ、うん、魔力上げできるやつなのですごいおすすめじゃないかなと思います、うん、はい、まあ、でもこちら その全部ねファーストシーズンとあと今出てるパラデイヤ そのママチョコもですね、で交換できるアイテムは全部紹介させていただきましたので、今スターコートを、ね、まあ、溜め込んでるって方はね、コロナ禍であこれ交換しようとかね、まあ、ちょっと参考になればね嬉しいなと思います。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式 Twitter やっております。詳細欄にリンクがありますのでぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録も、動画の更新通知や生配信の通知が届きますのでぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。